フリードリヒ・ギュンターは、ドイツのシュバルツブルク・ルードル・スタット公。シュバルツ・ルード公、ルートビヒ・フリードリヒ二世とその妻で、ヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ五世の娘である、カロリーネの間の第二子、長男として生まれた。父の死去に伴って、行位を継いだ時はわずか13歳だったので、母が成人まで摂生を務めた。1810年から1811年にかけ、 スイスのジュネーブに留学してフランス語を学んだ。その後、イタリアへのグランドツアーに赴いている。1813年から1814年にかけ、母方のおじフィリップに随行してドイツ解放戦争に従軍した。1814年に申請を開始した。その規制は53年間に及び、シュバルツブルクや歴代の諸領主の中で最も長いものとなった。 しかしフリードリヒ・ギュンターは、両国の経営に関心なく、重要な政治決定は、他の人々に委ねた。こうした事情から、元摂政だった母カロリーネが1854年に、亡くなるまで、国政に強い影響力を及ぼし続けた。治世中、公国は、ドイツ連邦及び、ドイツ関税同盟に参加し、1816年には、公国憲法が制定された。 この憲法により国政における実権は広告議会に移譲され、君主の宣言事項は朝税と議会が通過させた法案の認可だけとなった。1848年革命の波及により広告内で騒造が起きると1848年3月10日に報道の自由を認めたが、これは後に撤回された。1854年には団体、 結社の禁止が言い渡された。広告は、フリードリヒ・ギュンターの長い治世中、経済の立ち送りに悩まされた。1816年4月15日に、デッサウにおいて、母方の10枚にあたるアンハルト・デッサウ公女、アウグステと最初の結婚をした。しかし、間に設けた3人の息子はいずれも溶接し、1854年には、アウグステとも死別した。 翌1855年8月7日、ドレスデンにおいて最初の妻の命にあたるライナ伯爵夫人ヘレーネと再婚した。ヘレーネはアウグステの弟ゲオルクが帰遷結婚でも受けた娘で、結婚に際してはオジビルヘルムと養子縁組をしてアンハルトデッサ公女の称号を認められた。しかしこの結婚は帰遷結婚とみなされ、ヘレーネの産む子供に、 家督相続権は認められなかった。ヘレーネは1860年に男女の双子を出産した際に死去した。子供たちはロイテンベルク公子、コ女の称号を名乗ったが、息子の実ッは1896年にシュバルツブルク公後の称号と家督相続権を与えられている。1861年9月24日にシュバルツブルクにおいて、 平民のマリー・シュルツェと三度目の結婚をしたが、間に子供はなかった。マリーは結婚に際して、ブロッケンブルク伯爵夫人の称号を与えられている。死死を設けるための条件を満たさない二度目と三度目の身分違いの結婚は、広国の領民たちから大きな非難を受けた。1867年に死去し、弟のアルベルトが後を継いだ。 最初の妻アウグステとの間に三人の息子を設けた。二番目の妻ヘレーネとの間には双子の一男一女を設けた。また、1840年代に愛人としていたフリーデリケ・トバルトとの間に三人の初出の娘があった。ありがとうございます。